チャオトゥティ、どうも、今井俊介です。はい。今日はですね、コンサートのために、京都に来てます。で、差し入れでこんなものがありましたので、早速今日はね、紹介していきたいと思います。そう、実はね、ディナーコンサートの約1時間ちょっと前なんです。もう、バッチリ整えてます。で、差し入れいただいたんです。それが、こちら。ドン、大きなパイの実、これはですね、ホテル、まあ、あの会員制のホテルですね、エクシブというところがあります。エクシブ野生離宮というところのディナーコンサートに来ているんですけども、そこのスタッフさんから、差し入れをいただきました。これほら、エクシブ限定って書かれてますよ。エクシブ限定でね、こんなものをね、いただくと思ってなかったので、あの、元のね、サイズのチョコパイ持ってくる、パイの実ね、持ってくればよかったなって、今更思うんですけど、持ってこれるはずがないというね。だから、これのレビューだけしていきたいと思います。香ばしいサクサクのパイに、まろやかなチョコレートを閉じ込めました。通常のパイの実の重量の約3倍の大きさなので、特別な美味しさがお口の中で広がります。エクシブでしか味わえない大きなパイの実をお楽しみください。ここに重量約3倍って書かれてますね。重量約3倍。はい。さっき今読んだのはここです、はい。開けていきたいと思います。パイの実ね、美味しいですよね。僕あの法事とかお墓参りとかそういった時にお寺さんでね、あのパイの実をもらう。パイの実って普通こう開けて袋でね、こう入ってピッて食べるんですけど、見てこれ乾杯。これか。エクシブのマークついてますね。エクシブのマークついてて金色、高級感ありますね。パイの実、大きなパイの実。でっかでっか、わかります？ほらわかんないか。ほら普通のパイの実との大きさの差、わかります？いやー、これ本当に持ってくればって持ってこれないんですけど、そこにね、買えないから。いやー、すごい。いただいてみます。うん、チョコあ、いいね。大きな塊のチョコが入ってるんで、本当に板チョコとパイを食べてる気分。うん、うまい。いいな、なんかこれ。よいしょ。いや、本当にね、食べ応えあって、これ1個か2個でね、とりあえず満足しますよ。バーって食べないで済む。うん、うまっ。うん、おいしい。はい、もしよかったらね、皆様もあの僕のね、ディナーコンサートとか、ランチタイムコンサートとかを聞きに来ていただいて、その時にね、
こう限定のお菓子とかも買って帰っていただいたら楽しみの一つにもなるんじゃないかなと思います。あのね、これから僕はあのコンサートなんで、あまりね食べ過ぎると声が出なくなっちゃうので、この辺に終わりにしたいと思います。それでは今井俊介、コンサート行ってきます。バイバイ。